はい、皆様どうも、マフロです。それではダークソウルリマスタードやっていきましょう。はい、前回ね、どっか脱出してここに連れてこられました。この辺を探索まずしてみましょうかね。それとですね、アイテムなんか見てたらね、人間性を1応援ヒットポイントを回復する、これちょっと一回使ってみようかな。これでどうなったの？なんかここで、あ、人間性を捧げて亡者から復活しますか。ヒューマティリストアー、これで人間に戻ったってことなのかな。人間性を大きく回復する、あ、回復する、これで注ぎ火、なんだよ、秘技がなければこれ以上の注ぎ火はできません。亡者ではありません。亡者にどうやってなるの。まあこれで人間性に、人間になったってことかよくわからんがね。まあとりあえずちょっと探索してみましょうか。敵ですな。こいつはモーションでかいからわかりやすい。あ、早かった、あ、早かった、早かった。ダメージを食らう。なんか降ってくるんだよな。お、こいつ盾で生意気にもガードしやがる。わっ、飲みやがる。何飲んでんだこの野郎。おお、燃えた。もう上からうざいな。何すんのお前。ああ、やばいやばいやばい、落とされる、落とされる。ちょ、落ちた。死ななくてよかった。もうなんやんこの野郎。ダークスリーのイメージ、ダークソウル3のイメージでいくとね、ちょっとひるむ感じが、ちょっとやりにくい感じですね。若干感じが違う。まあ元祖はこんな感じだったってことなんですかね。なんだっけ、ネズミか。新しいところに来ました。あら、失敗したパリはできたもん。また投げてくんのかこの野郎。お、抜け道だって。そう、一回この辺までは来たんですけどね、ちょっと探検が。よく分からず戻ってきます。ちょっとレベル上げようと。抜け道。ここが抜け道ってことかい。
して折れた直剣、折れてちゃダメでしょう。待ち伏せの予感見えとるわ見えとるわ見えとるわ。あいつ落ちちゃったよ。あ、戻ってくんのか。結局ちょこちょこ移動してたからどこ行ったのか分かんないな。これ諦め、うん、こっちは進むっぽいな。こっちはどこに行くんだろう。あ、結構ここに繋がってんのか。じゃあ来る意味なかった。あ、戻れんや。いやー、ここ落ちると一回落ちるとめんどくせえなこれ。進むルートか。お、弓矢飛んできてるやん。なんだこれ飛び込んできて自分から当たりに来て。お、なんだなんだ、すごい格好のがいるぞ。なんだこれ、痩せが必要。はい、今のは乱入者か。いや、乱入者のあれはマークはもっと独特しかった。いやー、もっとし、あ、違うのにガード言ってる言ってる。ニキめんどくせえなー。あー、めんどくせえ、こいつらめんどくせえ。やっと一匹やつ、もう一匹なら怖くねえ。あ、落ちた、びっくりした。ん、隠し通路みたいな感じ。どっかかがり火はなんか
排除できたんですよね。なんかうろうろしてたら。かわいいやつ。商人。Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade souls. Everything's for. ほら、何すんだよ。Well now, you seem to. Then you are a trade for some. お、鍵。鍵なんかいりそうだよな。買っとこう。木箱もいりそうだよな。3000もいるのか。Things are getting treacherous indeed. A horrible goat and up a bath. If you still. 売ることはできないのね。買えるけど。ふんって。ファイルでやばい、カムナップ。なるほど。ジャンプってどうやんだ。でも足元に注意。ありそうだな。この先って言ってるかな。なんだろうな。あれ、最初のとこか、ここ諦めのところか、あそこ戻ってきちゃったよ。ここをこっちに来たんだよね。こっちは用なしかな。行ってないとこある？なさそうだな。よし、じゃあこっち行こう。で、このこっちも行ったし、ここを友達。なんかブラッドフォーンみたいになんか減るんじゃないの、呼び出したら。あ、ここ注ぎ目ってなんだろう。
注ぎ火したらどうなんのよ教えてよ結果を。なんだよ、どうすんのさ。太陽万歳、頑張れよ。あそこ行けないんだな、これが。あ、そうだ、敵も復活するんだわさ。あそこの敵を取ろう。おお、いっぱいいるな。投げんなこの野郎。お、また嘘か。どっから矢が飛んできてんの。ないやん。もうこの嘘どうなん、評価どうやってすんの。ダメ評価してやりたいよ、嘘は。だってないよね。狭いところで。何もねえ。お前らかなんか投げてたの。落ちろ、この野郎。落ちてけ。もうまだいる。ここだ。何が。この先死亡あり。何がここだなの。戻ってきただけやん。開いた。これ民家の鍵のあれ。お、なんか大したもんじゃないな。1000で買った割には。あれでしょ、剣に属性つけるやつでしょ。攻撃してこんかもね。上から打ち上がってこない。上じゃねえ。盾持ち2匹うっとしいな。ダークソウルの時よりグワングワン多いな。頑張れよ。下行ってみよう。
なんか強そうなんかいるやん。こいつのことを頑張れよって。いやいや、やーべえやーべえ。痛い。この野郎、調子乗んな。あ、一発かよ。いやー、一発かって、まあ今の背後からだったからな。あの雑魚にちょっと気を取られすぎた。ソウル取り返さなくては。こっちだよな。こいつらついてくるからな。死んだらソウルが。この辺に落ちてるはず。2000もさすがに失いなくたくない。いっぱいいるな、おい。ああ、こんなところで。ちょ、こいつら何なん一体。うっぜー。敵の数が多すぎる。こいつら相手にしてたらもう切れねえな。あ、まだ生きてるのがいた。敵の数が多いよ。はい、撃ってこい、こら。あれ、盾がうぜえ。やばいやばい。ああ、なんてタイムリーな攻撃してくんの。剣の攻撃だったら今の避けれてたのに。よりによってあんな追い込まれて槍とか。うわー、ここうぜえわ、ほんま。
したいことはあいつがいるからね。とりあえずちょっとこっち行ってみよう。出てくんだもんなこいつら。むっちゃ来るやん。正面はなんか行った気がするんだよな。うわ白いあれ巨人だってボスでしょこれ。ここはいけねえな。落下攻撃が有効。ボスはいけねえ。ここは開けて退散した気がする。自体には注意。バックスタブが有効。この先デブあり。デブ玉ねぎ戦士か。おおこいつかデブって。ああ一発デブ強え。ダメだこりゃ。デブ強えわ。取り返してもうこっち戻ってこよう。でソウル使って一回終わろうかね。という意味ではこいつは倒していかないと増えてくるな。手持ちだうざいな。一匹ならねこうやって対処できるんだけど。あいつかライトボール撃ってくる。あぶない。違う違う違う、ボタン間違えた。やばいやばい。違うの来るな。やばいやばい。お前うぜえなほんまに。蹴り押したかったのにね、なんかボタン間違えてパリになっちゃった。隙が生まれちまった。あのデブの一撃食らわないようにして逃げなきゃ。ちょっと一撃の相手はちょっと今やれないわ近くにかがり火があればねいいんだけど、こんな遠いところ。あ、ここは開けるやん。狭間の森。いやー新エリアはやばい、やばいでしょう。帰ろう。あ、やばいやばい、デブに殴られる。
次回はこの下とあのデブの先とボスですね。あの辺をなんとかしたいですね。よし、でレベルアップ、体力。で、もうあいつか。あ、間違えた。また間違えたこと。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。